皆さんこんにちは、野中美穂です。今回はオリンピックの期間中に撮った写真を大公開していきたいと思います。銀メダルを取った次の日のほぼオールでこんなに元気がありますっていう、選手村の中のになんかちっちゃいというか公園みたいなのがあって、でそこにクライミングのホールドがついてたんですね。そこを地面が丘みたいになってて、でそこにホールドがついてるんですよ。だから登るんではないんですけど、それを登ってる風に見せる。だから実際はこうです。で地面をこうやって登ってるように見せてる。なんだっていうのがあって、動画でうまく登ってるように見せるっていうのをやったりとか、これは選手村内にゲームをするできるところがあって、ダーツとか忍者のこれは手裏剣も投げてるんですけど、卓球とかできるところがあって、そこで遊んでる映像です。オリンピック内の会場、クライミングのエリア、関係者の方々が入るラウンジがあって、そこになんか大きい私がいて、そこにサインを書いて一緒に記念撮影してきました。すごい、こんなに大きいボードがあったりなんかして、例の五輪マークのところでも写真を撮りましたよ。この写真撮る列が行列ができてました。これ大人気のスポット。なんか選手村ってマジすっごい大きくて、まあ、バスとか中で通ってるぐらいなんですけど、端から端まで歩くと相当かかるんですよ。2、30分歩くんじゃないかな。いろんな国のマンションみたいな、な塔みたいなのがバーってあった、そこを全部突っ切ってきた端っこにこのオリンピックのオブジェみたいなのがあって、でね、その選手村内ではこういうねバスみたいなのが通ってます。ただです。あ、選手村内こういう動画で、これが食堂です。こうやって中は見えないかな、こういう国ごとのマンションみたいな。あ、日本の選手とか見かけましたね。八村塁選手とか、やっぱ背も大きかったしすぐ分かったし、平野歩夢選手とかも見かけたし、そこら中にそのアスリートのやばい人たちがいるわけじゃないですか。いろんな競技のすごかったですよ。やっぱいろんな体格の人がいて、こっちに大きかったりこうなってたり、すごい足がなんかもうこの人絶対陸上だろうなみたいな、お尻綺麗なこのプリーンってなってる選手とかこれはあれです、あのツッコミカルタっていうカルタをしてる、時間を潰してる時の写真。これはもう暇すぎて買いました。買って遊んでました。あとこれはその選手村内を位置についてダッシュするっていう、よーいピッしょうもないことをして、私は膝が痛くて全力疾走なんて無理だよって言ってます。これはキュウちゃんとかとソメイティとミライトはマスコットと撮ったり、結構みんなその競技以外はリラックスして過ごしてたと思います。男子のこれ決勝の日、すごい空が綺麗で、友登った映像からのこんな綺麗な景色、すごかった。やっぱチームで撮ってる写真が基本的に集合写真とか
じゃあみんな来たよみたいな、やったーみたいな写真を結構たくさん撮りましたね。宿泊はホテルだったんでそこには泊まってないですけど、選手村のレストランっていうか食事をしに行ったりとか、まあそれこそそういうゲーム、卓球とかダーツとかそういうのがあるのも選手村だったんで、そういうこう遊びに行ったりとか、こう記念写真撮りに行ったりとか、そういうことしてました。あとヘアサロンとかネイルサロン、あとお土産屋さんとか全部あって、銀行、郵便局、村です。本当にあ村だってなってました。みんな食堂は ものすごい広かったです。で他のオリンピックを経験したことがある人も今回の食堂はすごかったって言ってました。すごい広いし、いろんな食べ物あるし、いろんな国の、特に日本食はやっぱすごい人気で、いつも日本食前が外国人の選手たち の列になってました。で特に餃子とたこ焼きが美味しかったかな。私もよく食べてました。自販機タダです。選手村内にある自販機タダです。なんかこう木のなんかピッてやるやつもらえるんですよ。それはでも選手村内に泊まってる選手しかもらえてなかったんで、私たちはもらえてなかったんですけど、それを持ってれば自販機行ってピッてやって出てきます。あ、 NEC の顔認証、あれはあの私が CM でその出てたやつ、顔をピッてやって入場するのが、選手村内とかも会場内とかも全部やっぱそれが設置されてるんですけど、あこれ CM のやつやったやつと思って、すごいなんか楽しかったです。ワクワクしながら、あこれやったやったみたいな感じで、本来ならもっと早いですけどらしいんですけど、あの今回オリンピックの関係者全員アクレディティカードを持ってないといけなくて、そのカードをピッてやって顔認証してからセキュリティを通っていくっていう流れだったので、そのアクレディがなければもっと本来は顔認証システムはやっぱ早いみたいで、だけど別に全然スムーズでしたね。やっぱり、これが私が撮影した写真や動画でした。すごい楽しい経験がたくさんできました。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。バイバイ。チャンネル登録お願いします。